教授は今失踪中なんです。知ってましたか？いいえ。近頃教授の身内の人間と懇意にしていましたね。その人から調査を頼まれているんです。鴎外教授に縁者の方はおられないはずですが。おお、誰から聞きました？それは噂話に。なるほど。そんなことが噂になる程度には鴎外教授は有名人だったわけですね。まあ一風変わった人だったみたいですね。なのに誰も彼が大学を辞めた理由を知らないと。先生、僕はどうしても鴎外教授に会わなきゃならないんです。彼がいなくなったせいで行く当てがなくなり困っている子がいるんです。力になってもらえませんか？それはむしろ警察の領分なんじゃないかしら。崎坂さん、私の知っている範囲のことは喜んでお教えします。ですが鴎外教授は今年の4月に辞表を出して以後は何の音信もないんです。どこか長期の旅行にでも行かれたか、その程度しか想像つきません。そうですか。崎坂さん、それでは来週の診察ですが、今日と同じ4時でも。
おかえり。ただいまさや。遅かったね。ちょっと心配しちゃったぞ。ごめんよ。今日は病院に寄っていく日だったから。あー、そうだっけ。今日は一日どうしてた？今の模様替え、もう半分ぐらい塗り終わったよ。で、今はね、海のりの晩ご飯作ってるの。昼間テレビで作り方やってたから。そうか、楽しみだな。もうちょっと時間かかりそうなの、待っててくれる？いいよ。じゃあ僕は今の続きをやってる。できたよ。こっちで食べよう。持ってきてくれるか。ペンキの匂い、壁？さやは嫌いかい？大丈夫ならいい。いただきます。おいしくない？別のものを作ってあげるから。ごめんな、いつもせっかく作ってくれたのに。いいのよ、こうやっていろいろ試していけばいつかふみのりでも美味しく食べられるメニューが見つかるかもしれないじゃない。